伝統工芸作家や技術者らで作る公益社団法人に佐賀共栄銀行が50万円を送りました。今日の贈呈式では佐賀共栄銀行の二宮洋二取締役頭取が日本工芸会の副理事長である今泉二枚門さんに50万円の目録を手渡しました。日本工芸会は無形文化財の保護育成を目的に1955年に設立されたもので、いわゆる人間国宝をはじめ伝統工芸作家や技術者などおよそ2000人が所属しています。広くそういうことが日本の伝統工芸、それの継続、そして広がりにつながればいいと思っております。いろんな企業の方が支えていただくことによって日本の工芸文化が伝わっていくということを皆さんに知っていただくいい機会になったと思って大変嬉しく思っております。寄付金は子どもたちの皿作り体験や若手の育成に活用される予定だということです。